それはまだ保存してあります。あの理研の尾形さんの研究室のフリーザーにあるってことですか？あのフリーザーといいますか固定器の中に保存してあります、はい、でそういうものをやはりきちんと調査委員会などに提出してもっと詳しく調査をしてもらうということですか？いえ、でもあの調査委員会はスタップ細胞の科学的な意義や何て言いますか、その存在という科学的なものではなくて、その提示されているデータに関しての調査であると思いますので、今回に関しましてはやはりあの改ざん捏造と認定されたギル写真に対するさらなる立証や、あのテラトーマに関するさらなる立証という点が問われてくるのではないかというふうにあの理解しております。はい、わかりました。ただそうするとですね、一つその件に関して僕が疑問に思っているのは、ネイチャーに訂正なすったのはその画像 B ではなくて C でしたよね、はい、それはなぜなんですか？本来なら B で訂正すべきではなかったんですか？はい、あの B で訂正してもよかったんですけれども、あのHE 染色にあの使用した切片があのちゃんと保存されておりましたので、それでまた写真を撮り直してあのデータのもう 100% の確実性といいますか、もう絶対に同じ確実なあのデータをネイチャーに訂正版として載せるためにあの3月にあの写真を撮り直したということで、そ の, あの気持ちはよくわかるんですけど、ネイチャーの規定を読みますとね、同時期にっていう規定があってですね、やはりその染色の時期も変えたりしていること自体がやっぱり科学的な常識とはちょっと違う、サービス精神が上回っちゃったんじゃないかと私は思ってるんですけど、いかがですか？本当は B を出せばよかったと私は思ってます。ですか、あのその辺につきましてはあのネイチャーのエディターの方とあの相談を進めたいと思います。ありがとうございます。それではあの、はい、その左手に、のノートから書いて持ってくる方、はい、朝日新聞の郷田と申します。尾形さんもご存知だと思うんですけれども、あのスタップ細胞ではなくて ES 細胞が混入したのではないかという指摘がございます。その点について反論いただきたいんですけれども、その実験室の状況であったり、その、ES 細胞が混入するのをどのように防いでいたのかという点からと、あのスタップ細胞で行った、まあ、実験による結果から、まあ、科学的な結果からどういうことが現れているから ES 細胞じゃないと言えるのかという点からと、両方お願いします。はい、まず最初スタップ細胞をあの作成していた頃、あの研究室内では ES 細胞の培養を一切行っていない状況で、あのスタップ細胞の研究を行われておりました。なのであの ES 細胞のコンタミということがあの起こり得ない状況を確保しておりました。そしてスタップ細胞が、スタップ細胞であるという科学的なあのなんて言ったらいいか、証拠がどのような風に考えているかの点ですが、まずあのライブセルイメージングで光ってないものがオクト4陽性になってくる、そしてその光が自家傾向でないことも確認しております。そしてそのできてきたオクト4陽性の細胞が胎児側と胎盤側両方にコントリビューションするという科学的な特徴を持っていること、またあの ES 細胞とは異なり、あの培養中で培養環境を変えない限り増殖能が非常に低いこと、そのようなあの特殊な特徴を持っておりますので、その辺がスタップ細胞 の, あの科学的な特徴であるかと認識しております。つまり ES 細胞のコンタミはないと言い切れるはい、はいはい、それではあの次の質問でお願いしておきます。それでは赤色 の, あのバインダーを持っている方はノートかな、はい、後ろに回してください。NHK の茂田と申します。
こちらにもある神聖な画像があるという点についてお伺いしたいんですけれども、調査委員会ではこの神聖な画像というのがどこに由来するのか、どこの細胞に由来するのかというのは分からない、結局分からない、追跡できないという話をしていたんですけれども、岡田さん、追跡できる記述っていうのはどういう、ものから追跡できるのか、実験ノートについても第三者が見てもトレースするのは不十分でも私だとトレースできるみたいな話はありましたけれども、どういうところ、根拠、技術からそのこれは、神聖であるということを、言えるのかということと、あともう一点お伺いしたいんですが、どうしてそういった、もしそういうものがあるとしたらどうしてそういった資料を提出しなかったのかということをちょっとお伺いできますか。まず、そうですね、自分でやった実験ですので、そして自分で書いたノートですので、やはりそこには、まあ、自信はもちろん当然ございます。ただその実験ノートを第三者的な観点から記述していなかったという点に関しては本当に私が反省するところですけれども、どのように、そして慎重な写真というのは調査委員会の方にも報告しております。そして今後どのように立証していくかに関しましては、ちょっとその第三者的な観点からの立証というのをどのように担保していくかという点をぜひ弁護士の先生方に手伝っていただこうと今考えているところです。その点に加えてかもしれないんですけど、僕がお伺いしたかったのは具体的にどういう記述、どういう根拠からあれが神聖な画像なのかということを、どういう記述だったのかということを、すいません、神聖な画像というのはどういう記述をもとに言っているのかということを具体的にお伺いしたいと。はい、その写真を撮った前日にその切片を染色したというふうな記述がノートにございます。すみません、具体的にどういう記述なんですか。はい、第三者が見てわからないと思うんですけど、具体的にどういう記述だったんでしょうか。すみません、ちょっと具体しっかりとは記憶できていないので少々間違っているかもしれませんが、テラトーマを染色したとか、そのような記述であると思います。